耶还有耶的时候。应该不少人。讲撚死佢喎，落得场。一号前面二号三号。都讲跑马咁样。你再啲啲 set 埋全部一样嘢，真系动唔到，玩唔到边呢个边局。红色爆炸俾烂。今日の舞台は海安プリンスファウンデーション。天気は晴れ。最高のピッチコンディションで迎える一戦となります。実況は西岡明彦。解説には。落ち着いた語り口でおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。見応えのある試合になりそうですね。フレンドリーマッチとはいえ解説しがいのあるカードになりました。選手たちがどんなプレーを見せてくれるのか楽しみにしています。我这都认真ロビン・ファンペルシーメッシまだ箱はやんかい。ボールを運びゴールに襲いかかります。ボールを回して味方の上がりを待ちます。ファーの選手を狙ってきた。よく止めましたがボールはこぼれています。ディフェンダーのインターセプト。ここでボールロスト。何をしてくるのか。素晴らしいパス回しですね。ボールをサイドへ振りました。ここはクロスのチャンス。ディフェンスが奪い返します。アーノルド見事な視野です。いいボールを入れてきましたがここはクリア。圆球なんだ。強かった圆球。コーナーキックを蹴った。このコーナーキックはキーパーが弾き返す。ボールを失います。我也把车。このボールは外に出てスローインでの再開となります。我这有两只，两只，我这边。ファンペルシー。相手に渡したかのようなパス。これはいけません。アーノルド。パスをサイドに送ります。サイドをキーサイター。さあ次はどうする。クリアしました。コーナーになります。このコーナーは誰に蹴るか。クロスを味方に戻します。ボールを大きく押し出します。ここからどうするのか。絶妙なパスです。ここはディフェンダーが読んでいました。我这边两只三只落中我马上先丢。さあスタジアムのテンションが上がります。パスがつながります。
ゴール決まった。見事なゴールは先制点だ。ディフェンダーからのプレッシャーをものともせず決めてきました。こうして見るとこの選手のフィジカルの強さがよくわかります。決してここまではプラン通りに試合を運べているという感じではない様子でしたが、ゴールが決まりました。そうですね、このゴールで試合も面白くなってきましたよ。アーノルド、シュートだ。ゴールキーパーがダイビングセーブ。しっかり集中できていますね。コーナーキックです。同点に追いつくチャンスです。キーパーがコーナーをパンチング。いいクロスだ。マイナスのボール、ボールはキーパーの手の中へ。スローインです。クロスを狙ってくるか。いいパスだ。ゴールゴール。フィニッシュは目の覚めるようなボレーで決めてきました。なんというテクニック。リプレイを見てみましょう。精度の高いクロスでしたね。フィニッシュはこのボレーでした。うまく膝を抜いて完璧にボールの側面を捉えています。それにしても豪快でしたね。ワイナルドゥム、パスをサイドに送ります。メッシ、ここは大きなカットです。いい読みでしたね。コーナーキックになりました。さあボールを蹴った。このボールは相手にクリアされました。引いてリードを守るのではなく素早くパスを回しています。ファンペルシードリブルで進んでいます。前半終了です。スコアは2対0。非常にいい内容で後半を迎えます。後半のキックオフです。サイドのスペースを使います。攻撃に移りたい。笛が鳴ってこれはファール。ゴールの枠に行きません。このヘディングは力が入りすぎなんじゃないでしょうか。相手に渡ります。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。よく止めましたが、ここはプレーを切りたい。
ディフェンス落ち着いていました。カウンターアタックのチャンスです。サポートの選手がいます。中央にクロスが上がった。ボールをクリアしました。このパスはカットされました。実に鮮やかです。余裕がありますね。サイドからの攻撃を狙います。足元の柔らかさが光ります。クロスを出せるか。これはナイスインターセプト。ゴールに向かっています。クロスに対して体を入れた。ここはタッチに逃れます。メッシ、プレーを流します。アドバンテージを見たようですね。しっかり見えています。イエス、ゴール決まった。リプレイを見てみましょう。まずはこのスルーパスを褒めるべきですね。よく見ていました。そしてこのシュートです。激しい当たりをものともせず決めてきました。それにしても強いですね。何を狙うのか。ボールへの寄せが非常に速い。メッシ、アーノルド、さあカウンターを仕掛けるか。惜しい場面でしたがここで奪われました。アーノルド、味方がフォローに来ています。メッシ、ワイナルドゥム、硬いディフェンスに攻め上げています。狙った。ボールが跳ね返った。ボールはサイドの選手へ。さっきのシュートは1点ビハインドから追いつけるチャンスでしたが枠に嫌われましたね。メッシ、ここはクロスのチャンス。ボールがこぼれました。パスをサイドに送ります。危ない場面でしたがディフェンダーがカットしました。サポートの選手がいます。ラインを割ってスローインです。サイドから中を狙う。チャンスにできるか。ボールはキーパーの手の中へ。試合はまだまだ動きません。さあ決められるか。鮮やかなタックル。オーケーオーケーオーケー。このチャンスにスタジアムもがぜん盛り上がっています。
会場の雰囲気が選手を後押ししてくれていますね。ここはしっかりクリアされました。ロビン・ファン・ペルシー、ここから狙うのか。ここのエリアは注目ポイントになりそうです。同点にするチャンスですが、もう時間がありません。うまくボールを回します。ボールを大きく押し出します。メッシ、いいボールを送りたい。パスをカットされました。カウンターのチャンス、ここは決めたい。入るか。キーパーがキャッチしました。試合終了のホイッスル、アウェーチームはこの一戦に敗北してしまいました。これは惜しい敗戦でしたね。ギリギリまで食い下がったものの、相手に一歩及びませんでした。この悔しさをバネにして、チームのさらなる成長を期待しています。